オールパシフィック対オールセントラルのゲーム。ゲームは8回に入ります。オールセントラル打順よく1番から始まります。バッターは近本。前の打席ではフォアボールを選んでいます。オールパシフィックリードで迎える8回です。打ちました。セカンド取った。アウト。ワンアウトです。2番バッター坂本。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。森、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールになります。さあ3球目は何か。いいまっすぐですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクと追い込みました。落ちる球できました。スリーボールツーストライクです。外れてフォアボール。初球は何で来るか。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面ですからいいと思いますね。打ちました。サード取った。アウト。ここは送球が間に合い二塁フォースアウト。試合を制したのはオールパシフィックです。